紙というのは一般的には薄くて強いことが特徴なんです。そして薄いから太陽なんかに透かすと光がきれいに透けてくる。でも実はそれだけが和紙ではなくて本当に幅広いものなんです。株式会社大上とかねてよりお付き合いさせていただいている紙すき屋さんにアーガミファクトリーさんという方々がいらっしゃいます。当社は徳島県吉野川市山川町で泡和紙を作っています。泡和紙は1300年ほど前からこの地で作られていると言われています。機械好き手好き両方で和紙を作っていまして、日本古来の和紙の原料である楮、三つ又岩瓶などを使っていることが特徴です。近年は厚い和紙作りに着目していまして、コットンや竹などの天然素材を使ったものを商品として作っております。薄くて丈夫というのは一般的な和紙の売りですが、それが厚みのある和紙だったとしても、その肌触りや見た目の優しさといったことだけでも場面によっては十分価値がある。今回大上では泡紙ファクトリーさんのこの技術を生かして、原料にコットンを用いた厚みがあって、それでいて優しい、そんな和紙の開発に取り組んでみたんです。例えばはがきや名刺などの身近なところから、本の表紙などといったところまで和紙に厚みが生まれることで、皆さんの和紙に触れる機会がとても増えるのではないかと思いまして、伝統って明かりを伝えることだと思うんです。その時代に合わせて新しい油を注ぎ続ける、そんな和紙作りがここにもあるんです。